はようございます。おはようございます。じゅんです。さやかです。今日は鎌倉パブリックゴルフ場に来ています。よろしくお願いします。イエーイ、横田真一プロです。岡田プロです。こんにちは。プロゴルファー VS リンゴルチーム、ということでチャンネル対決をしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ここは370あるから無理じゃないかな、さすがに。ドラコン打ちでやれば、横田さんも煽りますねえ、仕上げてましたもんね。んドラコンの仕上げ、あ、ドラコンね。はい、フェアウェイの先端までも250、そこから左に、まあドッグレッグでグリーンフロントまでが320。女子チーム、ちょっと長いからね、ここは女子にしてはちょっと長いよ。なんか、純ちゃんが置いといてくれれば曲げてもいいやと思ってるから、うん、私も曲がるじゃん。でも純ちゃんのなんかミスのない旗、旗に向かって、いや今日曲がる気配なさそうだな。ていうかマジで。じゅんちゃんドライバー良き。うん。ちょっとでも最後当てにって。みたいな。最後。ちょっと上っ面だけど。ナイス。ティーアップの仕方とか、二人ともゴルフ上手そうじゃないのにね、しゃがんでして。うん、こう普通こう、じゅんちゃんどうやってやるの？こうやってやってる。そうで、こうやって合わせるさあ、スプーンですね。クリック、クリック、いつの間にそのクリック手に入れたんですか？え、もういつの間にですよ。この辺だ、福岡行っていい、これ良さそうだなと思って注文した。おお、ぶっ飛びクリックじゃないですか。ちょっと潜ったじゃん、たまたマブリック知らないうちにクラブ買っとるやん、マブリックこれはちょっとスリーウッドで、はい、会心で会心オッケー。塚田さんもう QT みたいな球になってますよ。惜しいな、ちょっと。何ですか QT みたいな球って。 QT の時はね、伸び伸びゴルフしないんですよ、普通のトーナメントと違って。あ、そうなんだ。そうだよ、テストだから。もうトーナメントはバカーンってハイボール、ハイドローなんですよ。なんかこう目線から上に上がんないみたいな。どこに向かせないみたいな。QT モード入っちゃった。全くあのトーナメントの時の担当じゃないから。塚田さんといえばこうビッグコーハイボールドローだから。そうですね、追い込まれてきたから。どんぐらい飛んだかな。さやかちゃんの方が飛んでたっぽいよね。あとね、あ、アドバイスならないかな、これは。ドッグレッグだからね、どっちのボール選ぶからね、かなり狙いやすくなってくるんじゃないかな。なるほど、うん、うん、方向は多分そんなに変わんなかった。さやかちゃんの方がさ、こうアッパーブローでさ、さすがドラゴン選手で、いろいろ教わってるから、もうだってアドレスの体重移動がすごいもん。ちょっとフォワードプレス、フットワークが、うん、足踏みから入るから、うん。一回左に乗ってるからね。やっぱそういうのバレちゃうんだ。これ300ヤード飛ばす気かなみたいな。さやかちゃんだね。ね。うん。ちょっとじゃあこのボールをピックアップしますね。うん、お、さやかし飛ばしましたね。うん。なんかワンタッチみたいな感じになったんですけど。ちょっとね、上っ面だったけどね。さすが飛んでますね。お、うん、ギリギリだね。これはこの木がちょうど高さ何番で打つのかな。残り何ヤードなの。この木が邪魔だよ。もうじゅんちゃんグリーンのポジション、ピンチポジション。えぐね。結構難しい。
旗より右打たなきゃいけなかったね。ね、ピンの位置がね、右だったら余裕だったんだけど、うん、左奥なんで。131。グリーン転がったじゃないですか。8？ いや、7だ。あ、私7ですわ。左から右の、なんて言うんですか。スライス数ですね。はい。スライス数です。どうしよう、悩むね。これはドローヒッターじゃないとしんどいね、このロケーションは。ギューン。あ、ちょっと待って。あ、意地悪発動。一応かなり状況的には男子チームチャンスだと思います。フェーダーには難しいロケーションなので。あ、そうだね。2人ででもバーディーってもなかなか難しい。と。7! 7で打ちます。7でね。ちゃんの見てちょっと考えます。うん。7番。7で右から。回せる？回します。すごい。マジで？泥も打つの。お、ドローしてるやん。え、めっちゃ抜けた。これ、いやいや、手前ちょっと薄かったね。見えなかった。どこ行った？ギリギリ届いてるか届いてないかかも。うん、でも、ドロー打てるんだね、打とうと思ったら。そう、ちょっと今手上がっちゃった。すごいね。どうしたらいいの、じゅんちゃん。大丈夫、さやかちゃんはいつも通り。コメントがプロも薄いとか、手が上がっちゃったとか。私も7番で。聞いてなかった。ドローも打てるんよ。おお、ナイスドロー、これは良さそう。これ完璧だよ。ナイスオン。ありがとうございます。ああ、右に流れてるよ。ちょっとで、ジュンちゃんのにしよう。ちょっと、ジュンちゃんのにしよう。グリーンの、すごい転がって。やばい、見せちゃったグリーンの様子を今。やばいやばい、あれ日陰で分かんなかったけど、今グリーンの様子見せちゃった。段があるんだね。段があるんだ。段がありますね。やばい。やばいよ。お、富士山。いい、これはいい。え、なに？やめてよ。やめてよ。今まあまあいいとこ落ちたと思ったんだよ。すごい音した今。なかったじゃん。なんか今の。やばい。やっぱ日陰凍ってるんだ。どっか行っちゃいましたね。どっか行ったね。いやでも砲台だから難しいよこれ。でも横田さんうまくそういうの、うん、ていうかウェッジで手前から転がすって難しい。これめちゃくちゃスピン入っちゃうもん。この台だすごい。おお、なになに、どう、なに、お、お、うまい。いやでもこれうまいよ。すごーい。すごい。すごい。うん。いろいろ困難な状況が続きますね。ボールは完璧だったのよ。ジュンちゃんボール。はい。これ、さんこれビッパー取るの相当大変じゃないですかこれ。凍ってる。見てこれ、これですよ。凍ってる。待って、うちらもでもアプローチ厳しいかもね。パターかな。あ、一応くら、一応コース内にはとどまってましたね。でもこのアプローチもやばそう。凍ってんの分かったんだけど、これどうやって寄せるのアプローチもやばい、うん、しかもダウンスロープだからね、グリーン面が。そうでしょ。まあでもキャリーはできないから。確かにここは寒いよ。
に怒ってもあとは任せるしかない。そうですね。これ枯葉とかは逆にこの状況だとどんな感じなんですか。まあちょっと勢いがなくなるのを逆に期待するみたいな。なるほど。うん、どうなの？どうなの？もうちょい、もう少し。落ちる？落ちちゃう？まあ。これはよく解説で聞くうますぎましたってやつですね。うますぎ、ちょっとこれはもうちょっと行ってほしかったけどね。でもキャリーしたらコーンだからね、うん、またグリーン出ちゃいます、ね、さあ女子チーム一喜一憂しないでもう真剣だね。さやかちゃんはウェッジで打つみたいです。このおお。引っ掛けておくの。うまい。あ、待ってよ、止まって。ねえ。それかし、ポッコンしなくなったね、少し。何ですか、ポッコンで。アプローチいつもなんか上がるじゃん。すごい。私はパターでいきます。ジュンちゃんはもうあれだね、一番嫌な相手だね。おっとおっと、はやかちゃん、ごめんね。びっくりした、でも今入るのかと思ったね。ねえ、そんなのもありましたよ。ちょっと思ったよりやっぱカチカチだったね。止まるかなと思ったら、あ、やっちまった。横さん、スリーパットしなければいいという状況なんで刻みますね。それはもう、湯原さんのイメージ。さあさあ、これはすごい戦いだな、3人の。これルール上どうなの、これ。読むのは後ろに立つのダメなんですよね。キャディさんはあれですよね、後ろ立っちゃいけないんですよね、立って指示するのがダメなの。あ、キャディさんがね、キャディさんじゃないもんね。いやいや、でもチームでしょ、チーム。チームだから。じゃあ一回アンドル一応取っといたらいいんだよ。クレームがつくよ、視聴者が。後ろから一応見ないでいきますから。逆に男子チームがせこいってクレームがせこいって。あ、そうだ。打って、打っていいですか。いいよ。入れ。おーおー、前。オッケーですか。いや、一応それはあのなんか、え、ボール一個見すぎたのかな。マークだ。真面目じゃん。これ入れないと。あら。オッケーですね。一発勝てるチャンスが。さあ、こいつからさ入れたら勝ちです。切れた。お願いします。思いっきり下りのグラインですが。結構曲がる感じの。OK です。OK です。引き分け。引き分け。引き分け。ツーダウンからず。まあ、引き分けに持っていけました。ね、雰囲気、うん。危なかった。俺が足引っ張ってる。いやいや。いやーっていうかこれも参ったの。いや、これだって完璧な時です。いいプレーがこういうねボギーになっちゃうとかなり試合だとやばいですよね。やばいね。今ワンピン以内にはついたかなっていうショットだったのにね、コーンって落として、まあそれも含めてゴルフする、そうですね。今流れがねちょっとまだこっち来てないけど、でもちょっとパターゴンって打っちゃうのも分かりましたし、頑張ります、はい。
さ、さすがにこれだけ日が照ったグリーンだったら凍ってないでしょうね。それは大丈夫でしょう。111手前は帯9いや8にしよう。8かる、うん、8万8普通私9でいいです。いいよ。1ある。うん、じゃあ先言っていいよ。えなんでなの自信ある。先打つ。だってミスったらどうする。私結構ミスる、こういう時。え9番。お、ちょっと捕まりすぎ。とりあえず超えた。うん、超えた。じゅんちゃんミスれなくなっちゃったよ。やばいじゃん。じゅんちゃん私は折れたっていう人。返しがなんかプロっぽいもんね。でっかいかも。ごめんなさい。大きいわ、やっぱり。ちゃんと、まあ、乗らなかったけど、悪くない状況なんじゃない？あれね、9で言ったらマンダ振りそうだったから。111か。ここはね。ここじゃもう2人でピターンピターンと。頑張ってほしいね。ピッチング。やっぱピン右側だから球ねじれないように大きい番手で押さえたんですか。あ、まあそうですね。まあ強には力むんで。強に力んだら左バッていきそうだもんね。そうそうそう、なるほど。あ、そういう作戦なんだ。でもいい。塚さんは何ですか。52。右ピンってちょっとやめる。泥ひたりとか。いやもう狭いところだね。ちょっと狙ってみます。完璧です。あ、いい。完璧。完璧。あー、弱いんだ。ちょっと弱かったな。まあでも、ナイスオンです。ナイスです。とりあえずまたコーンって言わなくてよかったちょっとよぎっちゃいました。よぎったまさかとは思うけどちょっとやっぱ違うクラブ持っちゃうな。保険みたいな感じで。どこに行けるという写真をしすぎてあえてベースをかぶせるからだけ左行きますよねすごかったよね、うん、それを見て横田さんピッチングに変えたのかもね。あ、ちょっと足りない距離だと左に行きやすいからさ、うん、そう9だと私もああなりそうだったんだよね、うん、だから8で打ったんだけどやっぱちょっとうまく上がりすぎちゃう。頑張ろう純ちゃん、うん、頑張ろう。問題ないじゃん。まあでもここら辺ちょっと逆目だから多分純ちゃんパターで使うからガサ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 って食われて、うん、さっきのもあるもんね。え、さやかしのボールで行く。いや、あっちさ逆目なんだって。逆目でもいいですよ。どっちもいい。うん、さやかちゃんが打ちやすい。こっちをやめようか。うん、逆目でもいい。はい。え、本当はこっちの方が難しかったんですか。いや、こっちの方が全然難しいよ土、土だね。ワンタンそっち選んでくんないかな。トップ過ぎたら早そうだ。そっかね。なんか横さんがアドバイス的なこと言ってるね。ここら辺雰囲気出したらいいね。雰囲気です。58です。58度。スピンをかけに行ってる。結構切れるね。迷う、どうしよう。何？
待って、最後に60と思ってんの今60って言ってるそれ、幸之助のでしょ、その60と違います自分のなんだゴルフパートナーで買いました幸之助60ってねえ、初めて聞いた。あ、やったね、やったね、やったね60だったんだちょっと嬉しそうですね。でもね、もう分かった。ね、全ホールね、バーディー取り行かなきゃダメ。ダブルバーディーでいきましょう。ダブルバーディそうですねまた消火パッドになっちゃいました。こういうのまたなかなかね、緊張するんだよこういうの。逆に、うん、これほんと途中まで強いのか弱いのか分かんないですね。オッケー、ナイスパーです。オッケー、じゃあこれ入れないと、はい、入れなければ負けです。入れれば負け。入れる？でも完全にこれでまだもう一球あります。ラインが分かりましたね。ここここここ、ナイス、ありがとうございます。ナイスなかなか男子チーム勝てませんこれあと1個返せば少し楽になるんだけどな。2ダウンのままこれしんどいな。9ホールしかないから、うん、ちゃんと入れてきましたね、さやかし、ナイス、うん、アドレスがもう完璧なアドレスだったもんあ、入ったなと思って、ね、動いてたと思う。だからやっぱ変えたからですかね。あ、それもあるかもね。あれ、引っ掛けたら強くなって入るし、弱くオップしても曲がってくるから入るし。おお、なるほど、うん、どっちにしろ。え、これワンオンしちゃうんじゃないですか。確かに、もうするよ。もうそういうとこはなんか勝ち目ないじゃんだって